よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、地震によってこう、大きな被害を受けた熊本城の修復工事が完了したという記事が出ていましたので、関連セットと合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず最初の記事はこちら、熊本日日新聞ですね。天守閣やっぱりよか眺め、熊本弁でしょうか。熊本城復旧工事完了で内部公開ということですね。記事を読みます。熊本地震による被災からの復旧工事が完了した熊本城天守閣の内部が6日報道陣に公開された。展示内容も刷新され、26日から始まる一般公開では、城下の眺望とともに楽しめそうだ。天守閣の復旧工事は熊本市が復興のシンボルとして最優先に進め、3月24日に完了。あ、そうなんですね。最新の耐震・制震装置を備え、車椅子利用者らが使えるエレベーターも設置した。内部の展示では、加藤細川家の時代から1960年の天守閣再建や熊本地震の被災まで、熊本城の歴史を解説するパネルや映像などを新しく整備。江戸時代の天守を10分の1の大きさで再現した、天守時空組模型も展示している。城郭城郭模型にはプロジェクションマッピングを投影して、これでしょうかね、当時の城下を分かりやすく紹介している。最上階の6階ではスマートフォンのアプリを使った AR によって明治初期の写真と現在の風景を重ねながら熊本の街を一望できる眺めを楽しめるという、これは、阿弥陀達夫氏、熊本城総合事務所長は地震からの復興を感じてもらうために多くの人に来てもらいたいと話した。26日は午前9時から天守閣前広場で記念式典があるということです。これが眺望すごいですね。やっぱり景色いいですね。でこちらはプロジェクションマッピングを、プロジェクションマッピングのミニチュアですよ。こんな感じであるという。でこちらが他にこういう展示物なども用意されています。こんな感じですね。オイルダンプ、これは耐震設備というかこんな感じでしょうね。あ、わざとこう見えるようにして、こんな風に新しく設置しましたよということを出すみたいですね。なかなか面白い取り組みだと思います。こんな感じですね。はい、では続きまして西日本新聞ですね。天守閣からの復興の眺めはこの1枚ということでこんな感じですね。こんな感じで、紹介してあります。こちらも、こんな感じの写真がありますね。こんな感じで今回の復旧工事に関してもこういう感じでパネル展示がされているということですね。はい、では記事になります。2016年4月の熊本地震で被災した熊本城の天守閣復旧工事が終わり、6日に内部が報道陣に公開された。耐震・免震補強が施され、展示も一新、26日からの5年ぶりの一般公開が始まる。こんな感じで、映像も紹介されていますね。はい、天守閣は大天守、地下1階地上6階建てと小天守、地下1階地上6階建て、地震で大天守の6階の瓦がほとんど崩落するなどの被害が出た。17年2月に始まった復旧工事では耐震性を高める装置を設置し、障害者や高齢者に向けにエレベーターを新設。今年3月に内装工事が完了した。常設展示は会ごとに映像や模型パネルで天守閣の歴史を紹介する内容に刷新された。大天守閣4階では熊本地震による被害と復旧作業について解説している。最上階の6階は展望エリアでスマートフォンの拡張現実 AR 機能で現在の風景に写真を重ねて眺望を楽しむことができる。熊本城総合事務所の、これは阿弥陀達夫所長は、最上階から市街地の復興の進み具合を見て共有してほしいと話した。なるほど。熊本城は治ってもまだ市街地帯はまだまだ復興してませんよということみたいですね。なるほど。続いてこちらです。こちらも西日本新聞からですね。築城にある阿弥陀、詳しく公開、熊本城天守閣26日から一般公開と、こんな感じで、こういう感じですね。こういう感じでいろいろ写真も公開されています。なかなか立派な感じですね。これが先ほどのVR とか AR でしょうか。こちらはこんな感じになるわけですね。こんな感じでパネルも設置されています。こちら有用記事ですね。ちょっと少しですが、読んでいきます。報道陣に6日公開された熊本城天守閣内部や西南戦争以降の城の歴史を伝える展示が新たに公開された。あれが追加された。築城から現代までの天守閣の歩みを詳しく紹介している。1回では加藤清正による築城の歴史を紹介、シアターで流れる解説映像は俳優、高良健吾さんが慣れたら務めた。熊本市ですね。2回以降は点々ねとは有料記事になっています。こんな感じですね。はい、でですね、こちら、熊本城のサイト、こんな感じで出てまして、トップにですね、こちら、復旧工事中のこう写真がこんな感じで出てるんですけど、こんな感じで26日から公開が始まりますよというか、これも記事が出ています。こんな感じですね。やっぱり楽しめそうですね。すごい感じです。まだコロナが落ち着いていませんけど、密を避けつつ訪問してくださいよということです。
ですね。こんな感じになってますね。すごいです。はい、こんな感じになってます。26日からということですね、もう少し先なんですけれども、ようやく5年ぶりの公開ということですね、楽しみに待ち望んでいた人も多いかと思います。密を避けつつ、皆さんで楽しんでもらえたらなというふうには思います。はい、では今回紹介している4つの記事ですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はクリックして読んでいただいて、機会があったらこちら熊本城を訪れてみてはいかがでしょうか。はい、今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しみで皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。